高山寺は、岡山県前庭は市木山に所在する高野山、新温州別格本山の寺。三号は、伊王山。詳しくは、伊王山関心院小山寺と合する。本尊は、薬知る寺高如来。中国三十三観音霊場第四番札所、山陽花の寺24か、寺第十番札所、高野山新温州。 みまさか88箇所霊場第34番札所、108、観音霊場第6番札所。伝承によれば、平安時代前期の後任6年に、工房大使が開いたとされる。工房大使がこの地を訪れた際に、ひこりの老人に導かれ、寺院を建立するのにふさわしい地であると告げられた。この老人は、薬師竜理工如来の化身であったという。そこで、 不法大使はこの地に寺院を建立したと伝えられている。忍寿年間には、門徳天皇の祈願書として、直願寺となった。この寺院は、神樹神として、小山御図天皇と全角稲荷大名神を祀っている。小山御図天皇は、約知る事項如来、全角稲荷大名神は、十一面観音の衰弱神となっている。現在の寺院には珍しく、鳥居があり、 本堂と鎮守殿に分かれており神社建築の様式となっている。神仏集合の形態を今に残す寺院である。室町時代中期の大江18年、赤松義則が一山を寺領として寄進した。その後、天古氏、森宇喜多氏などの戦国大名や江戸時代になると森氏、三浦氏など周辺の藩主の数系を集めた。江戸時代までは木山宮と呼ばれていたが、 明治時代の神仏分離令により小山寺と小山神社に分離され現在に至っている。なお、小山神社の本殿は紀山宮の山麓に鎮座しているが、奥宮は小山寺に隣接している。ありがとうございます。